じゃあ、こんにちは。さて、来ました。来ました。俺さ、ベストナインおじさんって言われてるんだよ。はいはい。もうとにかく聞くと、ベストナイン。いや、だけどさ、コメント欄にこういうこと書かれてるんだよね。いや、そんなもうベストナインやめた方がいいんじゃないかって、そんな人それぞれ違うよみたいな。うん、違うから聞いてんだって。何考えてんだって。そうですね、違うから聞いてるだけでさ、しかもそみんな一緒になったらつまんねえじゃん。そりゃもうやめるよこっちが。しっかり見ろって言ったら見てくれっつう話だよ。ぜひね、ちゃんと本編中身の方を見ていただきたいですね。いやいや、ほんとにだから俺がセ・リーグで考えるベストナインと、監督はもうパ・リーグ畑だから、セ・リーグの選手っていうのはそんなに知らないです。面白いです。だから面白いの。そうですね。だから気がそうですありがとう。だから、まあ、今、ベストナインで、やっぱ僕らってもう先輩、かなりこう、もう活躍された先輩、でも、自分が実際こうやってないじゃないですか。だから、例えば、ベストナインピッチャー、キャッチャーから始まるんですけども、なんかこう、一緒にやってない人っていうのは、場合は、その実績、名前だけであって、一緒にこうやってる。いや、まあ、裸が分かった方がいいよね、ね裸がね。うん、だからもう対戦したり、まあ言えばチームメイトであったりですよね。まあ比べることはできるじゃない、打席には立たなくて、だけど、あ、この人はすごかったとか、まあそういう肌感とか、まあそういうのでいいから、自分が対戦した中で、はい、ね、まあオープン戦の時とかも対戦したりとかも、オールスターの時もあるじゃない。だからまあセ・リーグの選手も入れるのもありだし。さて、聞いていきますよ、はい、さあ、ピッチャー難しいですね。難しいな。皆さん、パス多いからな。本当ですね。ただ、まあ、自分のチームから言ったら、やっぱりこう、後ろから見てて、イラブはすごかったんじゃないかな。イラブが投げるというところの打席には立ちたくないなっていうのは、平気でこれも投げてきますというのはありましたよね。ただ、そこはもう実際対戦してないんで、対戦した中では、やっぱり野茂なんかはね、やっぱすごく、まあ、いいピッチャーだなって。で、ある時、川崎球場でノモが投げてるゲームで、5回行くまで中断になったんですよ、僕は打席に。昔で言う2ストライク、1ボールぐらいだったんですよ。で、強くなってきて、もうそんな中止になってくれと思うぐらい、フォークあったじゃないですか。で、1日ゲーム再開になったとしても、フォーク1球でやられるなと思って、再開になったんですよ。で、打席入って、案の定フォークを1メートルぐらい前にやると、三振ですよ。まあ、それぐらい素晴らしいフォークを持ったピッチャーだったんで。かなっていう、やっぱピッチャーだったらやっぱ飲むかなっていうところがあるんですね。俺イラブの名前が出てきたけど、はい、村田兆治さんっていうのはもう晩年だった、はい、僕入った時にはまだ、うん、はい、バリバリでした。でバリバリでしょ、はい、で肘壊されて手術された後っていうところがレギュラー取った時だった。なるほど、はい、いやフォークの使い手でロッテって言えばさ、はい、村田兆治さんって言うかなと思ったんだけど、まあ、そこもね、ジョイさんともやっぱり対戦してないしっていう、まあ、そうですね、はい、もうそんな数多くは見てないんでっていう。で、まあ、例えばこれはリーグは変わりますけども、セ・リーグのピッチャーだと、オールスターでジャイアンツの牧原投げた時に、フォーク、本当、1メートルか2メートルぐらい前に打ち上げられてしまいましたからね。フォーク苦手だったね、苦手ですね。で、亡くなった広島のツバ、まっすぐ、オールスターで、勝ちました。早かったですね。もうシーズン通してやってるんだったらそこまで感じなかったと思うんですけども、短期じゃないですか、その1打席じゃないですか、当たらなかったです。初めてやるのピッチャーでしたね、津田、はい、俺津田はね郷土の後輩で3年1年の後輩なわけよ。だから上から行くから、なんか精神的に、はい、俺速いってあんまり感じたことなかったんだよね、津田は。みんな速い速いって言うんだけど、もう高校1年間知ってるから、うん、俺。でもそういうのってあるよね、精神的な優位に立てるピッチャーって。でましてや1打席ですよ。まあ、そりゃそうだよね、そりゃ早くか。だって、今まで対戦した中で、例えばこれ、まっすぐって待ってて、当たらなかったら、まずないですよ、当てようと思って。まあ、そうそう、はい。しっかり振っての三振ありますけども、ここ当てようと思ったら、今度当たるわけですよ、当てられるわけですよ、当たらなかったですよ。それほどまっすぐの綺麗だったですね。でも、トータルしてやっぱり、のままなって思いますね。はい、さあ、キャッチャー。キャッチャーも。まあね、多分みんなと違った名前が出てくるかもしれないですね。でも当時だったら、まあ、西武だったら伊藤、はい、これ誰がいたっけ、やっぱり日本の田村ですね、やっぱり。あ、田村、はい、
その理由っていうのはやっぱり盗塁する人間じゃないですか。でキャッチャー田村の時にいかにこの盗塁するかどうかっていうところの勝負だったんですよ、うん、もちろん打席の中でも配球的な勝負があったんですけども、僕はもうそっちの盗塁、田村からどうやって走るか、もう取ってからの速さ、コントロールの良さというところで少々いいスタート切ったなと思って、どんどんアウトなんですよ。いけたと思った感覚でアウトになる、うん、そういうキャッチャーいなかったんですよ。いないよね、はい、普通いけたと思ったらいけるもんね。そうなんですよ。だからそこでやっぱアウトになるってなって、じゃあそれ以上にじゃあどうやってやっぱりこのセーフになれるかというところの田村というところの研究するっていうのもすごくやりましたし、研究結果はどうだった？まあこっちの方が僕は良かったんじゃないかなと思います。そうだ、ね、どういう風に変えたの？田村って配球的な、やっぱ配球で走るようになったんだ。そうなんですよね。まあ、このぐらいの差だからね。そうなんですよ。本当はアウトセーフは、そこの勝負っていうのがあったんで、僕の中ではやっぱり対戦した中ではレベスランキャッチャーは田村だった。渋いところでした、ね、ちょっとこう違う、いい、もう大先輩の野村さんとかやっぱご実績がたくさんいらっしゃるんですけども、そこになりますね。いやだからベストなの面白いんだろう。そうですね。そういう裏の話が聞けてね、うん、さあファーストがですね、またここも悩むところなんですよ。悩みながらニコニコしてるよね。そういう顔をベンチで見たいよね。なかなか勝負してるときは難しい。あいつおかしいんじゃないか。豊さん、真っ先に言うかもな。あいつは頭狂ったんやないか。メガネかけそうですから、うん、今日外してるわ。僕がメガネ外してるときは目が疲れてるって言ってた。あ、そう。よくわかった。ファーストです、ファースト。ファーストを、僕は同じね、やっぱり5年間にやらせてもらった落合さんか、清原なんですよ。落合さんをファーストに持っていくか、サードに持っていくかというところで、落合さんのサードってあんまイメージがないんだよね。そうですね。まあでも全然いいよ。野草があるな、ね。じゃあファースト清原ですね。おお。でもうすごかったよ。高校卒業してからもあのバッティングって言ったらすごいですよ。守備の下手じゃないですからね。守備うまいな。早球はコントロールいいし。ですね。やっぱすごかったよな。そうなんです。もう高卒でいきなりあれだけの活躍、それもね、長い期間。選手あれオールスターの時でさ、落合さんが右にホームラン競争の時に、はい、右に打てっつって指定したんだよね。その時いなかった。その時いなかったね。いなかった。大阪球場からそしたら右に打ったんだよね。すごいなって高校出たばっかりでびっくりした。なるほど、清原ね。はい、セカンドがまたこれが、いや飛ばしてもいいよ、ね、最後に持ってったら。セカンド最後いきますか。最後か、はい。じゃあサードは落合さんですね。じゃあ、はい、もうあのバッティングっていうのはもう素晴らしいです。練習もちろん、でも練習あんま速い球打たなかったですからね。練習は独特でさ、うん、ほんと山なりのボールを逆方向から始まる、あの入ってくるんですよ。それをこう なんていうの、こういうスピンをかけながらスタンドに持っていくっていう練習をずっとされてた。で落合さんが川崎球場室内練習場を打つところ2箇所しかないんですよ。で落合さん入られるじゃないですか、出てこないですよ。2時間も3時間もで、もう片方先輩打つんで僕ら中に入れないですよ。僕なんかもダグアウト前でスイングして帰ってました、ね、それぐらい入ったら練習しだしたらすごく時間になったし、やっぱ打つ人って半端なく小事情だよね。でゲーム中でもネクスト行くじゃないですか、お茶さん。でその時、状況、チャンスの場面じゃないですか。パーと昔は一番端にこうみんなこうパッと入れるような感じだったんですけど、そこで僕なんか若かったんで一番端っこ座ってるんですけども、でバッティングコーチいて、よし、うん、打ってくるから100発。やっぱ三冠王3回取ってるからね。やっぱちょっと違うよね。で目の前でやっぱり似てますから。そうだね。すごいなと思いますね。まあ、はい、はい、サードのお茶屋さんね、はい、ショート、うん、ショートやっぱり一緒にやった中では石毛さんでしょうね。やっぱり僕の中では、はい、もうね、やっぱり最初足も速かったですけどね、もう三塁走ったというか。あ、そうだね、はい、チームのリーダーとか。そうですね、やっぱり全てをトータルしてやっぱショートは石毛さんになるんじゃないかなと思いますね。他に誰がいたの？弓岡とかいたんだっけ？そうですね、弓岡さんでロッテだったら水上さんとかですね。ただ水上さんはやっぱり一緒にやってて、中継プレー入るじゃないですか、カッププレー入るじゃないですか。そこからサード投げる、あれホーム投げる、必ずストライクなんです
心の良かったら投げる速さ、そのコントロール、あの守備だけはもう本当素晴らしかったですね。真似しようと思っても方が良かったですね。まあでも石毛さんと一緒ね。そうですね。仕事はやっぱそこになりますね。一緒にやったそのメンバーで言うとやっぱそうですかね。さあ外野さんに。外野はやっぱり頭に来るのは福本さんですよね。まあ、もう現役で一緒にやらせてもらった晩年のところになるんですけども、やっぱり自分がこの目標として、やってきた大先輩だしっていうところも、やっぱあれだけの1000超えた投球数、シーズンで100いくらっていう投球を考えると、やっぱりもうナンバーワンじゃないかなと思います。でも考えられる。1000個走る、うん。1シーズン100走る。考えられる。まあ、今の、ピッチャーのクイックだとどうかなっていう感じですね。走れないよね。厳しいですよね。その数字を走るっていうのがすごいよ。その100以上のものを企画するっていうのもすごい。すごいよな。当時は走りやすかったんですか？そういうわけでもない。いや、まあクイックがそこまで厳しくなかった。迷いですね。だけど福本さんの時はもう別になってたと思う。あ、この選手は走るからクイック使わなきゃっていうような、その程度だった。でもそれでも走ってセーフになるんですよ。それだけやっぱり塁に出るってことも大変なことですからね。投手が走るってことは3割打って100走るんですね。もうヘトヘトになってたよな、家帰ったら。なってなかった大変ですよ。俺ビール、缶ビール、夏場なんか缶ビール1本飲んだら、そのまま寝てたの。飯食わない。そんなにやっぱり体力使うんですか？体力、神経使いますね。ああ。使われよな。そのピッチャーとキャッチャーとの駆け引きで、やっぱり一つ一つこう集中しておいて、でそこで行こうとしても止まらないといけない、牽制するとかいうのも疲れます。はい、監督の時は豊さんが元気の時に出たら走れっていうサインが、とにかく走らんと怒られるからですけど、西野のサインですはもう、はい、ただ走るなっていうところだけストップのサインが来て、あとはもうどんどん、はい、おっしゃるようにやっぱり走らなかったらなんで走らないんだって言われました。だって守備ついても神経使うしさ、セカンドとな打席では使う、塁に出たら走らなきゃいけない。どこでやる？走らなかったら怒られるでしょ。で走ってアウトになったら怒られるでしょ。どっちなあ。でベンチに座ったらほんまどうしようか。ベンチで起きますから。ロッカーに入れなくてトレーニングしてウエイトする。どんどん足が。で1試合でもう通り2つでもアウトになったとかやったら、まあ通るなんて二度するな、二度走るなみたいなこと言われる時代だったんで、はい、まあでも。そういうの言われて、ね、やっぱりこう、しゃーんのこと言われないようにってやってなりましたから、うん、それだけでも、通りは神経使います。はい、はい、福本さんでしたね。はい、はい、うん、一応でしょうね。あ、まあ、そうだな、うん。そこはもう、絶対外せないところじゃないですか。一応が出たとき、すごかったな、はい、200本打った年、うん。すごいです。ちょうど200本のヒット打ったときが、神戸でロッテ戦ですよ。あ、俺がちょうど移籍した1年目、はい、まあ1年しかいなかったけど、パ・リーグ、すごかった。いや、すごかったし。なあ。全部ヒットかな。そうですよね。で、僕は千葉でセカンドランナーだったんですよ。で、イチローが意外と内野手に返球するときに、バーッとしたボールを返してもらったんですよ。で、僕はそれ見てて、で、ライトフライとかね、あんなとで、ツーアウトになったんですけど、それがあったんで、サーバーしたんですよ。ニュートンだった。そこから全力で投げていった、まあ、多分カットまで投げようと思うんですよね。その時やられました。その時の気分、うん、やられた舐められたって言われた舐めたいかんかったらダメだった。やっぱりそれだけすごかったんですね。アウトカウント考えたら何だしたんやろ。そうだよ、ね。まあ、守備もそうですけど、独特のバッティングそうですね。そうですよ、ね。守備はやっぱ足も速かったんで、はい、そこはやっぱ外せないですね。はい、3番目誰来るでしょう。豊さん当ててください。3番目誰か当ててください。いや、自分も外野手に入れるか。俺は秋山ケージオが入ってくるかな。おお、秋山ですね。やっぱりなあ、うん、そこも外せないですね。やっぱり一緒の時代にこうやった、はい、やっぱ足は速い、肩強い、腕の長打力があるでしょう。盗塁はできる。盗塁は取ってますからね。取って、はい、まあ、自分の中ではやっぱりその3人になるんじゃないかなと。そうだ、はい、でもやっぱりでも、もう宇宙間抜けるような秋山がセーフティーだから取られるって、ショックですよね。まあ、ショックだよな。外野が抜けなかったもんね。だから、福本さんがもう前世の時と一郎と秋山やったら、
抜けないですよ。そうだよな。で、塁出たら走れる、はい、2人いるじゃないですか、一応、まあ、秋山も当然そうなんですけども、一発もあると考えたら、やっぱすごい選手ですね。まあ、外野手はやっぱり足の速い選手を揃えてたね、さすがにね。まあ、自分はやっぱり足が速かったんで、はい、飛ぶのはやっぱりこう、誰も負けないなってなったんですけども、ただ、こっちの方が、総力したら、やっぱりその3人にはかなわないと思います。はい、もう終わりですね。いや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 。残ったセカンド、セカンドが一番迷うんですよ。セカンドは、ね、豊さんを外すわけいかないし。いや、俺は外していい。俺自分自身で外してる。でもやっぱり学年で一つ上じゃないですか。やっぱりパ・リーグでやっぱこう見てきて、やっぱりすごいなと思って一つ上の人たちなんですね。今、セカンド、辻さん。はい。で、大石さんもそこに僕の中では出てくるんですよ。あの足の速さ、守備範囲の速さっていうところですね。いや、当時さ、うん、みんなセカンドって足速かったの。豊さんですよ、僕もセカンドやってましたので、はい、だで、まあ、セ・リーグは長打がいたし、長打も盗塁してたしね、まあ、和田とか、はい、まあ、ちょっとしただけど、いたし、はい、まあ、篠塚さんとかいた、はい、だ結構なんですよ、ね、選手がいたよね、セカンドで。だから、ね、やっぱり同じリーグでこうずっとやってて、やっぱりすごいな、まあ今、2人も出したんですけども、その中のやっぱ辻さんでしょうね。はい、あの守備といいですね。守備は曲がったな。曲がったです。バッティングもしぶとかったし、首位打者取ったし、ね。そうなんですよ。まあ短く持ってですね。まあ豊さんでちょっと暴言したくさんやっていけば、真っ先にね、お名前出てきたかもわからないんですけど。いやいや、自分じゃなくていい。もう首位打者取ってる。そうですよ。史上初です。ずるい打者。ずるい打者。ずるい打者。まあずるい、ずるくてもいいじゃん。そうですね。そうです。だって数々のタイトル。うん、まあ自分の名前出すのもなんだったらもう小さな姿ですけど、はい、はい、いかがでしたでしょうか、はい、ね、はい、ちょっと違ったところですかね。まあ面白かったです、すごく。やっぱり肌感でね、感じた選手たちだから、やっぱ話にも説得力があるしね。そうですよね、はい、どうでしょう。